こんにちは、アミホアチャンネルのアミです。今日は常陸大宮市にやってきました。ここは二条展望台というところです。それでは早速行ってみます。なりました。涼しい。アゲハ、綺麗に下も舗装されてるから歩きやすいですね。月曜日がお休み。二条展望台、着きました。お城跡残ってる。あったあった。はい、こちらが二条展望台となっています。中入っちゃおう。すごい、綺麗に残ってますね。写真で見せたよりもちゃんとしてる。すごい。はい、こんな感じになってます。ゲットゲットしました。それでは早速中に行ってみたいと思います。はい、すごい、石畳もいい感じですね。味がある。はあ、すごい立派、大きい。なんか資料館みたいになってるんですね。じゃあお邪魔しまーす。お邪魔します。機械よし。関係資料もたくさん残ってますね。見づらいかな。靴のあらまし。あ、当時の食器残ってる。あ、お金、お金はありますね。なんだろうこれ。あ、シャチホコ。あ、震災で破損しちゃったんですね。シャチホコもちゃんと展示されてます。かわいい、きれい。こっちもありますね。こっちかな。あ、こっちにもいろいろなものが展示されています。上行ってみよう。あ、すごい昔っぽい坂、坂じゃない、階段。え、お城感ある。城だな。見渡せますね、ちゃんと。はい、こちらが常陸大宮市二条展望台でした。ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。アミラワチャンネルのアミでした。バイバイ。